アルハンブラ宮殿の芸術を作り上げた当時の職人たちは、子供の頃からその身を神に捧げていたんだと思います。彼らにとってアルハンブラ宮殿を作ることは神に感謝を表す行為で、決して労働ではありません。ここは大使の間です。ここでは石膏細工や銅板にさまざまなモチーフを見ることができます。アルハンブラで非常に興味深いのは、同じモチーフであっても表現や技法が一つ一つ全て違うことです。膨大なバリエーションがあり、逆に同じモチーフだということにすら気づかない場合もあります。例えばこの草書体の文字、神こそ勝利者なりは宮殿中に繰り返し刻まれています。しかしよく見ると、文字の背景の装飾に使われる植物の茎の模様には様々な変化があります。これも同じ言葉です。神こそ勝利者、しかし植物模様は違います。他の同じモチーフにはこの部分にピーマンの模様はありません。この模様もここだけのものです。神と書かれたこの文字をよく見てください。長く伸びた記号が2つ、丸く閉じた記号が1つで構成されています。背景の植物模様を見ると同様に、長い記号が2つと丸い記号が1つ繰り返されて、背景にも神神と刻んでいるのです。これは芸術でも労働でもなく祈りです。そうやってこの複雑な作品を作る能力を得るのです。神こそ勝利者は、宮殿の壁で縦になり横になり、書体を変え背景を変えて無数に刻まれている。ここにある陶板はアルハンブラでも最高の技術で作られたモザイクタイルの一つです。現存するものでは世界最小と言えるでしょう。陶板をそれぞれのピースに切り取り、黒い文字を作ります。それをパズルのように白い陶板に組み込んであるんです。ピース同士の結合部分も非常に正確です。このように小さな陶板を切り出すのも組み込むのもとても難しい技術です。アルハンブラの壁を覆い尽くす精緻なタイル装飾は、小さなピースの集合体からなっている。陶板からそれぞれの形に切り出されたピースは、表面を下にして平面状にパズルのように組み合わされる。裏からモルタルを流し込むことで全てのピースが馴染み、凹凸のない滑らかなタイルの表面が生み出される。平面で完成したアラベスクはアルハンブラの壁へとはめ込まれる。丸い柱に施された装飾も同様に、半円形の型にピースを貼り付け、モルタルを流し込んで丸みを作る。円柱の曲面にぴったりと沿ったタイルの表面は、当時の並外れた職人技を物語る。これは宮殿のモザイクタイルの図面です。浴室にある神体の間のタイルです。陶板のピース一つ一つはこうしてお互いにつながり合っています。難しいのは、このピースは一つで使うのではないということです。それぞれがぴったり噛み合わなければ、このように正確な長方形の平面は生まれません。ピースのそれぞれの角度を正確に決めていかなければなりません。隣同士が完璧な結合をするように、ほら、こうしてぴったり噛み合います。私は八角形の星からこの形を導き出しました。正直言って冒険でした。何しろ最初の計算を間違えただけで、たった一つの正解にたどり着けなくなるからです。コンピューターを使っても1週間かかりました。正方形の中の円という基本図形から、まず八角形の星を作ります。この星にたくさんの接線を引いていきます。その線をいくつかつないで、最終的に欲しかった形を手に入れました。これが寝室の間に使われた床のタイルのモチーフです。
宮殿のアラベスクをデザインするためには幾何学の深い知識を持っていなければなりません。現実的に不可能だということなのです。コンピューターのない時代に手仕事の職人たちがこれほど精巧なタイルをいくつも生み出していたのです。アルハンブラ宮殿のタイルを見れば当時のイスラム世界がいかに発達した知識を持っていたか一目瞭然です。Alicia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, vamos a hacer trabajo. Muy bien. Mira cómo se ha quedado todo el lugar de humo. Se hace daño. La reconstrucción que se ha hecho con el mortero. No, lo importante es que se quede limpio y que no sea sucio otra vez. Para que haya la diferencia entre el blanco y el rojo de la cerámica y se conserve la lectura. Como se queda la lectura ya... Habría que limpiarlo un poco para que se vea el contraste. Y que alguna... ¿Tiene la plantilla, Mike?寝台の間では会場のバルコニーで音楽が奏でられた。スルタンと愛し合うハーレムの女たちを見ることができないよう学士たちは目をつぶされたと伝えられる。イサベルが王と女王の平等を掲げているとき、アルハンブラではスルタンが200人ともいわれる女たちをハーレムに囲っていた。寝台の間に隣り合うスルタンの浴室、丸天井にうがたれた星形の通気口から光が降る。コマレス宮の中庭に面する窓は嫉妬の窓と呼ばれる。ハーレムの女性たちが訪問者に姿を晒すことはない。嫉妬の窓を通して女たちが訪問者を覗き見ることはできても、外から女の顔を見ることはできない。ハーレムとは聖地を意味する。メスワン宮の片隅に不自然に向きの違う部屋がある。メッカの方角を向いて設計されたスルタンの礼拝室。壁にはアラビア文字で「祈りを捧げよ、怠け者になるべからず」と書かれている。スルタンの礼拝室はパルタル宮にも残されている。2つの礼拝室だけではなく、浴室やハーレムのあった場所、宮殿内部のほとんどにイサベルは一切手を加えていない。イスラム教徒の聖なる楽園をイサベルは壊すことができなかった。アラベスクには自然の一部が抽象的な表現となってモチーフに使われる。燃える草花、炎の揺らめき、水の滴り、水面のきらめき、それが雲の糸や植物のつるに巻かれ無限に連鎖する。キリスト教の好む偶像は人間を見る行為に集中させるが、水や炎はいつまで見ていても疲れることはない。
コマレスキュー大使の間。木製の組天井には8017個に及ぶ杉のはめき細工、イスラムの宇宙7つの点が表される。アルハンブラ宮殿の中で最も大きな部屋、ここでスルタンは外からの訪問客と対面した。窓を背にした玉座に座るとスルタンには後光が差し、客人からはその表情を読むことができない。そして壁に書かれたたくさんのメッセージ。多くを語ってはならない。そうすれば平和にここを出ることができよう。すべてが幾何学模様に見える壁の装飾の中には縦や横に書かれたアラビア文字が紛れ込んでいる。メスワル宮とコマレス宮を隔てる壁には謎めいた文章が残されている。私は扉の上の額がかぶった王冠。私を見て東は西を妬んでいる。その詩文はこの壁の庇に彫られています。アルハンブラには他のイスラム建築には見られない独特の詩文があります。多くの詩は建物の一人称、しかも女性の語り口で語られます。例えばここにある詩はアラビア語でこう始まります。私は扉の上の額がかぶった王冠、東は西を妬んでいる。この建物がいかに光り輝いているかということを、私は王冠をいただいていると歌ったのです。その栄光を東洋ですら妬むということです。つまりここは西洋にあたる場所ですから。アルハンブラ宮殿の建築はモザイクタイルから始まります。タイルの文様はいつも何かを表現しているのですが、多くの場合水を表しています。その上にある文字は建物の柱を象徴し、植物模様は庭を表します。つまり3次元に置き換えれば、中庭にあるような水をたたいた池が出現します。アルハンブラの芸術は2次元の中に3次元世界が表現されているのです。壁は天と地における神の意向を示す詩で覆われます。私は扉の上の額がかぶった王冠。私を見て東は西を妬んでいる。勝利を予感した王は早くその扉を開けるようにと私に促す。地平線に曙の光が差すときに王がその麗しき姿を現すのを、私はいつもここで待っている。これもイスラム王朝の美しい建築様式の一つです。この壁画には水がめが置かれていたと思われます。周囲にある詩文が水を示唆しているからです。主であるスルタンが宮殿に来る者に水を与え、渇きを癒す存在であることをこの壁画自身が女性となって話しているのだと分かります。アルハンブラ宮殿がとてもユニークなのは、建築全体が体系的に詩文で覆うよう設計されていることです。そしてそれを刻んだ場所自体に一人称で語らせるという独特なスタイルを編み出したことです。私はその衣装と王冠で美を与えられた者の目を奪う。私の王冠の石を並べた後、職人たちの手は繊細に私の行いを刻んだ。天井の宮殿から星たちが私に舞い降りてきたから。私の中にある水の杯が乾ける者には癒しを、窮する者には宿を与える。私は王妃の座に似ているが、もっと素晴らしい。乾いてやってきた者たちを、私は新鮮で甘く清らかな水のあるところまで導こう。スルタンが門の下で罪人を裁いたことからその名が付けられた裁きの門。外側の門に刻まれた手が伸びて内側の鍵を掴んだ時、門は崩れ財宝が現れるという伝説がある。アルハンブラの城塞都市の正門ともいえるこの場所にイサベルはマリア像を掲げさせた。
宮殿の中にはほとんど手を加えることのなかったイサベルが残したたった一つのキリスト教の偶像。女王はなぜこの門にだけマリアを掲げたのか。女王イサベルがグラナダ王国最後のスルタンと交わした降伏文書にはこう書かれている。一つ、グラナダとアルハンブラ宮殿はキリスト教徒の手に引き渡されること。一つ、イスラム教徒は身柄を保障され自由を保つとともに財産武器の所有及び使用権を保持すること。一つ、宗教の自由無干渉を許されること。一つ、モスクなど宗教施設はそのまま残されること。しかし約束は果たされなかった。2000人のアラブ人が住んだアルハンブラの城塞都市、宮殿の近くにあった巨大なモスクは破壊され、その場所に教会が建てられた。イサベルとフェルナンドは今やスペインという広大な領土に君臨する王となった。イベリア半島から最後のイスラム勢力を駆逐することにより二人はローマ教皇からカトリック王の称号を受ける。もう後には引けない。国と国民を統一する手段は宗教しかない。外に向かって掲げられたマリア像はその証。イサベルは異教徒を弾圧し大衆化、国外退去化を迫った。女王の時代に17万人のユダヤ人が王国から追放され、20万人のイスラム教徒が改宗した。それでもなぜアルハンブラ宮殿だけは残したのだろうか。イサベル女王は最初にここに来た時、宮殿を自分好みに改築しようと思っていたはずです。セビリアなど他の場所でしてきたことをここグラナダでもするつもりだった。でもしませんでした。モスクは教会になりました。それは明らかにイスラム教徒をキリスト教に改宗させる戦略です。しかしアルハンブラ宮殿の中にはイスラムの礼拝堂が残されています。メスアル宮もアルタル宮も失われていません。なぜなのか。ここが国民の目にさらされることのない私的な空間として使われたから、壊す必要がなかったのです。国民が目にする街中では女王は意図的にイスラムの要素を排除していきました。それは外に向けられたとても戦略的な破壊だったんです。コマレス級の天空に対し地上の楽園を表したとされるレオネス級ライオンの中には、アラブ人は乾いた砂漠の民、流浪の果てにたどり着いたオアシスにはナツメヤシの森が茂る。124本の柱はそのか細さにより高さを作り出している。オアシスのヤシの木のように一つ一つの柱はそれぞれ少しずつ違っている。ライオンの噴水は四方に水を与え、小さな泉を潤し、また戻る。永遠の循環によって、どんなに暑い日でも楽園には涼しさが宿る。アルハンブラをめぐる水は、西欧の噴水のように派手に吹き上げることはしない。職人たちには、空気を冷やす力強い流れと、水しぶきが服の裾を濡らすことのない静かな流れが同時に求められた。アルハンブラで唯一といえる偶像の彫刻はレオネス級建設以前の10世紀に彫られたもの。12頭のライオンはアルハンブラにやってきて楽園の水の守り神となる。1時間ごとに1頭ずつ水を吐く水時計だったとも言われている。アルハンブラの丘から谷を挟んで
エレナリフェの離宮がある。18世紀以降、キリスト教的ロマン主義がイスラム庭園に西洋風の吹き上げる噴水を加えた。水しぶきの違い、たったそれだけで楽園の平穏は乱される。イサベル女王の平穏も長くは続かなかった。46歳の時、跡継ぎの長男ファン王子が病死。その翌年、長女イサベルも男の子を産み落として息を引き取る。やがて長女の忘れ形見である幼い王子をも失うことになる。王位継承権はハプスブルク家のフィリップに嫁いでいた次女ファナに移った。ところがこのファナは色好みの夫に嫉妬して非行を繰り返し、到底王の器にはなかった。女王が心血を注いだカスティーリア王国はいずれファナとフィリップに委ねられる。イサベルの長い遺言状は未来の女王ファナへの不安に満ち満ちている。ファナを私の後継者カスティーリアの女王と定める。ファナの夫フィリップをはじめ全ての者が新しい女王に従わなければなりません。もしファナがうまく政治を行えない場合には私の孫にあたるファナの王子カルロスを立て、私の夫フェルナンド王がその後ろ盾となる。皇太子夫妻はフェルナンド王に従うように。私と共に数々の戦いを経てグラナダを獲得し多くの功績を残した父です。尊敬しよく言うことを聞くように。皇太子夫妻は夫婦仲良く暮らし、国民に迷惑がかかることのないよう国を治めること、ただ税金を取るだけの為政者に絶対になってはなりません。まるで説教のような遺言。母の願いも虚しく、ファナの嫉妬は激しさを増し、イサベルの寿命を縮めることになる。イサベルが倒れたのは52歳。グラナダからはるか遠く、女王としての第一歩を踏み出したセゴビア城に近い田舎町だった。ヘネラリフェリ宮にある水の階段、両側の手すりに沿って水が流れる。庭園の水鏡を噴水で曇らせた後世のキリスト教徒たちもこの奇抜な階段には一切触れていない。階段の上にはイスラム教の礼拝室があったと言われている。敬虔なイスラム教徒は祈りの前に体の罪深い部分を洗い清める。よからぬことを話す口、よからぬことを行う手、罪を行う場所へと導く足。長い遺書を書き終えた一月後、イサベルは高熱にうなされながらさらに数枚を書き加えている。インド諸島の先住民である人々に決して迷惑をかけてはいけません。現地が何か悪い状況になっている場合、即刻改善することを命ず。イサベルには罪の予感があったのかもしれない。しかしもう手遅れだった。ライオンの噴水へ北から流れ込む水はアベンセラヘスの間から届く。スルタンの嫉妬によって殺された男たちの血がかつてこの水を赤く染めたかもしれない。イサベルが死の床で心配したことは現実に起こっていた。コロンブスが発見した西インド諸島新世界と呼ばれたスペインの植民地ではキリスト教布教の名のもとに略奪と殺戮が行われていた。アルハンブラ宮殿は血塗られた歴史の上に作られた最後の楽園。罪深い人間たちの行いを静かに抱え飲み込んできた。
ライオンの噴水に南から流れ込む水は西枚の間から届く。そこは預言者ムハンマドの鍾乳洞。イサベルの時代、バルコニーの窓からはグラナダの街を見晴らすことができた。イサベルの孫カルロスが増築した回廊が今は視界を遮る。窓の上にはまたも城が語るメッセージ。あらゆる技が格別の美で私を装う。私は火の打ち所もない。誰かが私を眺めるとき、その装いに幻惑される。私は孤独ではない。私の目はここから麗しい庭を眺めることができるから。早急の高みの星たちがその光を享受するところ、私は紛れもなくこの宮殿の歓喜に満ちた目である。そしてその目の中の瞳に私の王がいる。1504年11月26日、女王イサベルは死んだ。遺体は遺言通りアルハンブラ宮殿に運ばれた。城塞都市の一角、アルハンブラ宮殿に隣り合ってイサベルが建てさせた聖フランシスコ修道院、今はその一部だけが残されている。イスラム建築のアーチの下、大理石に刻まれた碑文はかつてここに女王が眠っていたことを語っている。イサベルの遺体は遺言の指示通りにアルハンブラ宮殿に運ばれ、指示通りの場所に指示通り質素に埋葬された。アルハンブラ宮殿から眺めるグラナダの街、イサベル女王の遺体は死後20年近くを経てアルハンブラ宮殿を出て、夫フェルナンドの遺体と共にグラナダ大聖堂に移された。王室礼拝堂にある王と女王の墓はイサベルが遺言で望んだ質素なものからはかけ離れている。イサベルの生涯の戦友フェルナンドの遺言もまた故郷アラゴンではなくグラナダを指定している。我が遺体をグラナダに運ばれんことを欲しまた命ず。この町を我々神聖なカトリック教徒の敵異端なるモーロ人の征服より取り戻したことはその手段においてふさわしくなく罪深い我が身ではあるが、我らが神の意を満たすものであったと信ずる。故に我が遺体は苦しい戦いを共に勝ち取った愛するイサベル女王の遺体と共に埋葬されるべし。両親の亡骸の横で後継者のファナとその夫も眠っている。イサベルの死後、夫フィリップに先立たれたファナは精神を病み生涯幽閉された。ファナの息子カルロスがその後を継ぎ、スペイン王家の全ての財産はこの時からハプスブルク家のものとなる。セビリア城の中に船乗りたちの聖母と題された絵が飾られている。聖母マリアの広げたマントの下に新世界の人々と船乗りたちが守られている。そこにはコロンブスの姿もフェルナンドらしき王の姿もある。しかし大航海の決断を下したイサベル女王はどこにも描かれていない。死を前にした時、女王は自分が犯した罪の数々に思いを馳せたかもしれない。私の遺体はアルハンブラ宮殿の聖フランシスコ修道院に安置するよう命じます。質素な衣装を着せ、墓の上には何も飾ることなく、ただ床の石に墓標を刻むだけとしなさい、女王イサベル。その場所はアラベスクに囲まれて
窓からはアルハンブラ宮殿を見渡すことができた。遺言にはなぜここに眠りたかったのか、女王の心の内は書かれていない。Tendría mucha, muchas complicaciones, muchísima alegría. Pero yo creo que es, tendría que ser feliz. Cuando se vino la Alhambra, creo que tenía que ser feliz. La paz, su última, al estar enamorada quizás de lo que era Granada, pues quiso descansar aquí. Y su último deseo fue descansar aquí y ser un poquito feliz en el futuro. Ellos también harían los cristianos en la Reconquista, ¿no? Durante algún tiempo lo mismo. Donde había mezquitas, construir iglesias. Pero yo creo que también apreciaba la belleza, ¿no? Y una belleza como es la Alhambra, no, una maravilla, al fin y al cabo. No se puede destruir. Toda la decoración que tenía aquello, los jardines, la luz, el sol, el clima, todo, el sonido de las fuentes. Y es que creo que es un compendio de cosas que le gustan a cualquiera, ¿no? Y ella lo supo apreciar en su momento y yo creo que puede ser eso un buen motivo. Para mí también lo sería. 王座の獲得、グラナダ奪還、新世界発見、スペイン統一、数々の野望を果たした女王イサベル。しかし一人の女が最後に手に入れたかったものは、国家も宗教も家族も超えて、ただ心から安らげる場所だったのかもしれない。こうしてアルハンブラ宮殿は残された。Pienso que el arte debe de estar un poco exento o aparte de esas políticas que muchas veces son movimientos políticos, religiosos, y dentro de sus presiones, que evidentemente la habría, pues pienso que sería una persona bastante, creo yo, sensible con el arte. Y gracias a ella, pues, no han llegado muchas manifestaciones de las que tenemos hoy en día.